皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気です。さてさて、ヤフー知恵袋からお知恵を拝借のコーナーでございます。QA 総合 Q&A ランキングのトップ3からまだ読み上げていない質問を読み上げて勝手に回答しちゃうというコーナーでございます。早速いってみましょう。今回はトップ3全部ですね。はい、じゃあナンバー3、ペンディングトレイン最終回が理解できませんでした。最後ミナでまたあの未来に戻ったんですか。すいません、私ペンディングトレインを知りません。はい、ごめんなさい。すいません、すいません。次いきます。はい、はい、タイタンに乗っていた人たちは爆縮で亡くなられたと書いてあったんですけれども、それは爆発で体が粉々になったってことですか。粉々というよりはぐしゃぐしゃという感じだと思います。はい、はい、そうですね、ぐしゃぐしゃって感じだと思います。はい、はい、水深4000メートルで潜水艇が破損して生きている人間が海中に放り出されたら一瞬で潰れるのですか。また骨などを粉々になりますか。いや、いや、その前に死んでます水圧で、はい、シューってなってます。はい、肺が潰れてます。肺も潰れてますし、いろいろ潰れてます。はい、はい、そういうことです。はい、はい、人間はね、はい、プールとか、はい、浅い浅瀬とかそういうところで水遊びしましょう。川辺とかね、はい、しかも注意して、はい、そんなところでさえも注意して、はい、基本的には陸上生物ですから、はい、それはちょっと川に入った時にどうするかっていうのの訓練のために水泳があるわけですよ。まあ、もちろん競技としての水泳もありますよ。はい、けど一つは安全対策としてのね、水泳というものでもあるわけですよ。はい、その深さにとどめておきましょう。それ以上となるともう競技とか、あの命がけとか、そういう冒険とかの世界に入っちゃうんで、はい、冒険するとしたらリスクを伴いますんでね、命のリスクを伴っていますんでね、はい、気をつけましょう。はい、はい、以上でございます。はい、今日の配信じゃない、今回の配信は以上でございます。はい、では皆さん、別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。